あれはリスか。ちょうど武器のメンテナンスを頼もうと思っていたんだよな。うわぁ、新鮮。もうちょっとだけこうしていようかな。おいリズ。ああ、お兄ちゃん。は？あ、なんでもないなんでもない。ちょっと頼みたいことがあったんだけど、なんかまずかったか？いえ、大丈夫よ。うん、大丈夫。本当に大丈夫か？何も問題ないから、ちょっと暴走してただけ。そっか、ならいいんだけどさ。店を離れているってことは今は休憩中だよな。店？そう、店ね。店はね、うん、今は休憩中なのかな。いや、休憩中なのよ。だったら後で店に行くよ。武器のメンテを頼もうと思っていただけだからさ。そうね。そうしてもらわないと大変だよ。リズ？はい、私はリズよ。どうしたんだ？様子がおかしいぞ。喋り方もなんだか変だし。何かな。疲れているんじゃないのか？え？そう、その通り。確かに疲れているの。肩こったな。あんまり無理はするなよ。ならいいけどさ、リズに何かあったらみんな心配するぞ。そうだよね。俺だってリズの支えがないと困るしさ。どうした？俺なんか変なこと言ったか？うん、別に何でもない。ただ随分と頼りにしているんだね、リズさんのこと。今、リズさんって言ったか？言ったわよ。私よ、このリズさんのことよ。随分と私のことを頼りにしてくれているのね。おう、長い付き合いだしな。長い付き合いっていうなら、あと、リーファのことはどう？え、なんで急にリーファが出てくるんだ？だってみんなより一番長い付き合いでしょ。それはまあ家族だし付き合いは当然長いけど。だったら聞かせてよ。あんたがリーファのことを、リーファを頼りにか。え？それってどういうこと？そんなに頼りない？そういうわけじゃないけど。結構頑張っているつもりなのに。リーファが自分で言っていたのか？いや、それはそうね。そうなるのかな。そうか。リーファは自分の努力をあんまり見せないから誰かに話すってのは意外だな。リーファだって認められたい時もあるし、それにあんたに頼られたいって。だからなんでリーファを頼れないのか詳しく教えて。じゃなくて教えなさいよ。リーファのことは頼れないんじゃなくて、頼っちゃダメだと思うんだ。頼っちゃダメ？うん。リーファは昔からしっかり者でさ、さっき言ったように誰よりも努力家なんだ。へえ、そうなんだ。俺はリーファのそばでその努力を長い間見てきたわけだし、それなのに俺は剣道をあいつに押し付けちゃったり、SAO の事件で迷惑をかけたりしてさ。リーファの兄でいる以上、俺は頼られる存在でいなきゃって、そう思うんだ。だから、頼っちゃダメってこと？ダメってことはないけど、頼るよりも頼られたいっていうか、少なくとも、これ以上は迷惑をかけたくない。そんな風に思ってくれているんだね。私、でなくてリーファのこと。なあ、直接本人に言ったことはないけどな。そっか。でもそんなの全然迷惑じゃないからね。私は何も迷惑だなんて思ってない。って、リーファから聞いたの？そうなのか？そうよ。頼るよ。言われなくったって、きっとこれからもリーファには頼ってしまうと思う。その上で俺は兄として、リーファに頼られる存在でもいたいってことだよ。そうだよね。うんうん。それが一番だね。リーファも絶対に喜ぶよ。でも、やっぱりこんなことを本人には言えないな。そう？そう簡単にはいかないって。リーファにも俺には話せないことがたくさんあるだろうし。そうかな。現に今、リズから俺の知らないリーファの話を聞いたわけだしさ。けど、リーファもリズにはいろいろと話せるんだな。それは、当たり前でしょ？私とリーファは友達なんだから。だから、もっとリーファのこと、私に話してくれていいよ。そう言われてもな。何を話せばいいんだ？それじゃあ、リーファの魅力とか、リーファの褒めたい部分とか。褒めることではないけど、最近のリーファを見ていて一つ思うことはある。なに？リーファは最近、体のことで悩んでいるらしいんだ。体？俺は大して気にすることじゃないと思うんだけど、それがなかなかリーファには理解されないんだ。それってまさか、ダイエットのことなんだけどさ。だよね！だと思ったよ！俺は必要ないと思っているんだけど、まあ、無理だけはしないでほしいかな。そっか。でも、ダイエットは、女の子なら一度は考えることだしさ。続けさせてあげれば？まあ、リズがそういうのなら、しばらくは何も言わずに見守ってみるか。ええ、そうしてあげましょう。それにしても、リーファのこと、よく見ているわね。そりゃな、兄として一番大切な相手だし。って。言わない！サンキュー、リズ。それじゃあさ、女性としてはどうかな？え？女性として？それは、難しい質問だな。それでも思うことはあるでしょ？可愛いやつだなとか。可愛いか。うん。そうなんだろうな。本当？ああ、以前 ALO で出会ったレコンはリーファのことをしきりに可愛いって言っていたし。私が知りたいのはレコンなんかじゃなくてお兄ちゃんの意見。お兄ちゃん？今のは違うの。間違えたの。やっぱりいろいろ変だけど本当に大丈夫か？それはあ、いた！あ、リーファだ。ちょっとリーファー、何間違えちゃってんのよ。休憩から戻って入り直したらこの格好じゃない？びっくりしたわよ。リーファー？あー、レズさん！じゃなくてリーファー！少し2人だけで話しましょう。何よ話って。それよりも元の姿に。分かっているから、何も言わなくていいから。だから早く行きましょう。どうしたのよあんた、なんかやけに焦っているわね。それからお兄ちゃんじゃなくて。なんださっきの質問は忘れてね。いい？わかった。何よ、二人でこそこそ何話してんの？いいから行きましょう。リーファー。ちょっと引っ張らないでよ。リズのやつ一体どうしちゃったんだ。俺は、おいリーファー。あ、なんだ元気ないな。何してるんだ？別に普通だよ。今ね、フィリアさんを待っているところなんだ。お、ということは今日も特訓か？うん、そうかな。あ、フィリアもちょうど来たぞ。よ、フィリア。リーファと一緒だったんだね。そっちにもメッセージを送ろうとしていたところなんだ。やっぱり今日もリーファの特訓か？うん、特訓の内容はまだ内緒。今度はどんな突拍子もないことを考えたんだ。なんか言い方にトゲがない？今回もちゃんと深く考えられた特訓だよ。前は釣りだったからな。今回は楽器を演奏してリズム感を高め、戦いのリズムを習得するとかか？私、今日の特訓のこと話したっけ？当たりなのか？二人とも？ん？どうしたのリーファー。実は、二人に謝らなくちゃいけないことがあって。私、うっかり足を怪我しちゃって、剣道の試合に出られなくなっちゃったんです。怪我したって、家ではそんな風に見えなかったけど。ああ、大した怪我じゃないから、軽くひねっちゃっただけ。ただ、顧問の先生からは大事を取って欠場した方がいいって言われちゃって。絶対に勝ってやるぞって思っていたんだけど、まったくバカだな私。どうして怪我しちゃったの？ちょっと転んじゃってそういうわけで試合はしばらくお預けになっちゃったんです。だから今日は特訓もいいですけど、普通に狩りとかしてみませんか？うん、それはいいけど、大丈夫なの？ゲームの中なら怪我は影響しないですから。あ、そうだ、フィリアさんの勧めていたクエストをやりましょうよ。ね。そうだな。よし、じゃあ今日は予定を変更して、フィリアのクエスト攻略を進めようぜ。絵画を盗んだのって悪名高い盗賊団みたいだね。最初に NPC がモンスターに襲われていたのもきっと盗賊の仕業だな。モンスターを操って強奪するって情報が出てきたし、間違いないよ。フィリアさん、この調子でクエストクリア目指して頑張りましょうね。うん。じゃあ私はショップに行ってアイテム整理するから、ここで。なあ、またな。また一緒に遊びましょうね。フィリア。リーファが転んで怪我したっていうのだろうな。おそらく剣道の練習をしていて怪我をしたんだ。だよね。私のせいの気がする。どうしてそう思うんだ？リーファに頑張ってほしくて特訓や応援を押し付けちゃったでしょ。リーファって真面目な子だから、それに応えようとして無理しちゃったんだと思う。私がプレッシャーをかけちゃったんだ。多分フィリアの言う通りだろうな。けど俺はそのことが悪いとは思わない。フィリアの応援はリーファにとってプレッシャーになったかもしれないけど、その応援でリーファが頑張ろうとしたことも事実だ。応援されることはその人にとって前に進む力になる。前に進む力。フィリアも自分で言っていたじゃないか。励まされたから今があるんだって。俺だってフィリアやみんなに励まされたから SAO で戦い抜くことができたんだ。今のリーファにこそフィリアの応援は必要だと思うぜ。だからさ、リーファの背中を押してやってくれないか？私の応援でリーファは元気になってくれるかな？もちろん。うん、わかった。結局また私も励まされちゃったね。こういう時は支え合うのが一番だ。よーし、リーファのこと精一杯応援する。ああ、よろしく頼むよ。こうしてカフェでくつろぐ時間もなかなかいいな。わっ！やっほー！勇気か。急に驚かさないでくれよ。ごめんごめん。ぼーっとしている姿を見たらついすごく和んだ表情をしていたけど、休憩中？なあ、勇気もせっかく来たならゆっくりしていったらどうだ？そうだね。じゃあ何か飲もうっと。何にしよっかな。俺が飲んでいるのはおすすめだぞ。何を飲んでるの？コーヒーだよ。といっても正確にはコーヒーに近い感じのものか。味はだいぶ再現できていると思う。コーヒーか。苦い飲み物はちょっとね。甘い飲み物か。今子供っぽいとか思ったでしょ。いや勇気らしいなと思っただけだよ。僕が甘いの好きなのは子供だからじゃなくて女の子だからだよ。分かった分かった。まあ本当に分かったのかな。それよりどれを頼もうかな。なんてやつだ？ハニービードリンクってやつ。ハニービー、ミツバチか。ってことは蜂蜜を使った飲み物なんだろうな。甘くて美味しそうだよね。よし、これにする。店員さん、すいません。はい、ご注文を承ります。このハニービードリンクをください。うわっ、急に何？どうやらクエストが発生したみたいだな。NPC の頭上にクエストマークが出現したぞ。申し訳ありません。そちらの商品は現在材料が不足していまして、お出しすることができません。材料である蜂蜜が補充できればハニービードリンクを作ることができるのですが。ユウキ、会話を返せばきっとクエストが始まるぞ。会話を返す？それならこの場合は。本当ですか？それは助かります。やった！クエストがうまく進行したみたい。蜂蜜を取ってきてくだされば無料でハニービードリンクを提供させていただきます。だってさ、ユキ。けどどっちにしろすぐには飲めないってことだよね。まあな。どうする？一旦クエストを後回しにして違うものを頼むか？うん、ここまで来たら何としてでもハニービードリンクを飲むつもりだよ。なら早速クエストに出発だな。よく。大歓迎だよ。蜂蜜目指して頑張ろう。ユウキ、この道で合っているのか？うん、目的地はこの先をまっすぐ進んだところだよ。そっか。しかしこの辺りは随分と虫系のモンスターが多いな。さっきからそういう敵ばっかりだもんね。ひょっとして虫は苦手？いや、俺は平気なんだけど、人によってはかなり嫌な場所だろうと思ってさ。ユウキこそ虫は苦手じゃないのか？好きってわけじゃないけど、僕はむしろあれだけ大きければ虫も獣も変わらないって思うな。見た目でいちいち怖がっていられないか。それに前にプレイしたゲームで虫と散々触れ合う機会があったんだ。おかげである程度は慣れちゃった。虫と触れ合う機会？インセクサイトっていう VR ゲーム。敵が虫だらけでおまけに自分も虫になるって内容なんだ。それはなんというか、年齢に関係なく人を選びそうなゲームだな。苦手な人にとっては地獄だよね。あ、ちょっとあれ見て。ん、どうしたんだ？咲いてる花に蝶々が止まってる。綺麗な蝶々だね。ああ、澄んだ青い色をしていて確かに綺麗だな。捕まえられないかな？捕まえるって網もカゴもないのにか？手で捕まえられないこともないと思うけど大変そうだ。ならせめてもっと近くで見てみようよ。いいけど蜂蜜はどうするんだ？まあまあ、ちょっと寄り道するだけだから。そーっと慎重に近づいて。あ、逃げた。もう少しで手が届く距離だったのにな。何ぼさっとしてるの、追いかけるよ。あ、でも蜂蜜を取る場所とは全然違う方向だぞ。蜂蜜は逃げないけど、あの蝶々との出会いは二度とないかもしれないでしょ。さあ行くよ。ちょっと待ってくれ。まったく、ユウキはやっぱり子供だな。よし、無事に蜂蜜を入手完了。無事なのかな。結局蝶々を追いかけるも見失って道にも迷っちゃったけどな。それもクエストの醍醐味ってことで。まあいいか。あとはその蜂蜜を持ち帰ればクエストクリアだな。これでやっとハニービードリンクが飲めるよ。それじゃ町へ戻ろう。蜂蜜を取ってきました。はい、どうぞ。本当にありがとうございました。それでは早速ハニービードリンクを作らせてもらいますので少々お待ちください。はーい。嬉しそうだな。もちろんだよ。ようやく目的の飲み物が飲めるんだもん。お待たせしました。ハニービードリンクです。待ってました。見た目は蜂蜜と同じ金色だな。キラキラ光ってて綺麗だね。それじゃあいただきます。キュッ。どうだ？甘い。疲れが吹き飛ぶ甘さだよ。うんうん、頑張った甲斐がある。よかったな。ちょー、うんこうんこ。おいしい。なあ、ゆうき。ん？俺にもその。もちろんいいよ。協力してもらったし、そのお礼も兼ねてどうぞ。それじゃあ、んどうあなんでもないならいいけど、それにしてもこれは俺には甘すぎるな。やっぱりこれは甘いものが好きな人の飲み物だ。そうだね。ほら返すよ。ありがとう。どうした？やっぱり勇気にも甘すぎたのか？違うよ。とても美味しいよ。それじゃあなんで飲まないんだ？だってその同じストローに口をつけちゃったから。これじゃあ関節キスになっちゃったよ。そういうことか。じゃあ新しいものをって、もう一回クエストに行くことになるのか。別に嫌っていうことじゃなくて、恥ずかしいってだけだから。そのおう子供っぽい少年っぽいと思ったけど、やっぱり勇気も女の子ってことか。今後はもっと注意しないとな。よう、アスナ。おい、アスナ。え？なんだ。なんだよ。考え事か？勇気を探していたの。もうすぐテストだから勉強をしようと思って。追い込みの時期か。でもまだそんなに焦らなくても大丈夫だろ。一夜漬けのタイプ？それじゃあテストはできたとしても頭に残らないよ。その通りなんだよな。テストが終わった瞬間からいろいろ忘れていくよ。あ、それより勇気のことだよな。一緒に探そうか。でもいいって、アスナが心配そうな顔をしているからさ。私そんな顔してた？ああ、2人の方が早く見つかるかもしれないしな。うん、分かった。なかなか見つからないな。なあアスナ、何か悩んでいることがあるんじゃないか？えっ、そんなことないよ。それならいいんだけど、何でも相談に乗るから言ってくれよな。ありがとう、心配してくれて。うん。あ、向こうにいるの勇気とストレアじゃないか。え？この花はこっちじゃない？それだとバランスがちょっと変かも。こっちの丸い花を外側に向けたら、それじゃあまたモンスターフラワーになっちゃうよ。モンスターなんかじゃないのに。ごめんごめん。でもだんだん形になってきた気がしない？うん。でももうちょっと綺麗に作りたいな。2人で何やってんだ？戻ろう。戻るって。邪魔しちゃ悪いから戻ろう。どうして声をかけなかったんだ。やっぱりあるんだよな、悩んでいることが。私はそんな。何を我慢しているんだよ。アスナが悩みを抱えているなら、俺はそれを支えてあげたい。強いアスナも弱いアスナもどっちも俺が支える。この前も思ってたことなんだけどね。私、勇気に負担をかけているんじゃないかなって。ストレアさんと一緒にいる時の勇気はとても楽しそうにしているでしょ。でも私と勉強をしている時の勇気は悩んだり張り詰めた表情をしているの。だからもしかしたら勇気にプレッシャーをかけちゃっているんじゃないかと思って。アスナ、勇気は優しい子だから頑張るって言ってくれるけど、多分そんなこと言ったら勇気は怒ると思うぞ。え？勇気がプローブを介して学校に通えるようになった時、すごく嬉しそうにしていただろ。学校に通うことが叶った今、学ぶことも遊ぶことも全部を本気でやろうとしているんだよ。楽しいだけじゃなく苦しいこともひっくるめてさ。だから勇気にとってアスナは大きな支えになっているはずだよ。そうなのかな。勇気は何事にも一生懸命だってアスナが言っていたじゃないか。その一生懸命に応えてあげようぜ。うん、ありがとう。やっぱり優しいな君は。心配させちゃってごめんね。私、勇気の支えになる。勇気のこと大好きだから。ああ。おーい、いる？はい、どうぞ。アスナは来てる？あ、いたいた。私？うん、アスナにお願いがあるんだ。あのさ、今日も勉強を教えてほしいんだけど、いいかな？最近ちょっと伸び悩んでたんだけど、気分転換もできたから、これからまたバリバリ頑張ろうと思うんだ。え？ほら、大丈夫だろ。うん、そうだね。ん？どうしたの？ちょっと怪しいな。あ、もしかして、お邪魔しちゃった？違う、そんなことないよ。それより勉強よね。もちろんいいよ、教えてあげる。やったー、アスナ先生、よろしくね。うん、一緒に頑張ろうね、ユウキ。さーて、それじゃあ私はまた差し入れを買ってこようかな。ストレア、アスナはもう大丈夫だよ。見ればわかるよ。早速。心配してくれてありがとうな。やだな、別に私は何もしてないよ。それでもありがとう。じゃあどういたしまして。